レッツさん、アルヒラルに勝利して ACL 優勝3度目のアジア制覇きたー。きた。よっしゃー。勝ったでー。2度目のアジア王者とかさぞかし勢でも勝ちまくっとるんやろな。裏は ACL 強すぎ。優勝賞金400万ドルってマジ ?10 億だろ。WBC 優勝より多いやないか。前半最初は終わりや思ったけど、それ以降は拮抗してたよな。ACL ではマジで強い。MOM は西川でええよな。意外とシュート打ってて草。ひでえ試合だな。枠内シュート0本で1点。枠内0発進。枠内0勝利マニア歓喜。枠内0でどうやって点取ったんやすげえな。3球牧野3球松尾3球ユンカー。前半耐えたのが大きすぎたな。でもユンカーいたらこのサッカーはできないやろな。これもう半分でアルマドリーやろ。もしよければ、チャンネル登録お願いします。